こんにちは。こんにちは。名前をどうぞ。美里と言います。美里ちゃん、はい。あ、いい名前だね。年はいくつ？22歳です。22歳。はい。ああ、そっか。まあ、今日ね、まあ、聞いてたとは思うけど、はい、まあね、今回髪を切るんだけど、今まででね、一番短くしたのってどれぐらいの長さかな。中学生の時にベリーショートが流行ってて、その時にベリーショート。ああ、ベリーショート。はい。どんなベリーショート？あ、もうすごい本当短くて、うん、うん、あるじゃん、いろいろ耳出しとかさ。耳出してましたよ。ああ、なんかちょっと刈り上げてたりして。刈り上げてはないんですけど、うん、耳出したぐらいで。ああ、耳出してた、はい。ああ、結構それも似合いそうだよね。どうだった、その時？あ、好評でした。友達だった、ね、好評だった。そっか、今回ね、そんなのとは比べ物じゃないよ。シャレになんない、本当に。大丈夫？大丈夫としか言いようがない。わかるよ、その気持ち。今すごい緊張してるよね。すごい緊張して、なんか声が上ずってる。そのままないですよ。本当？はい、全然リラックスしていいからね。はい。じゃあね、カメラに向かって、なんか抱負を。抱負ですか？うん、抱負ない、なんかない抱負。頑張ります。頑張ります。はい、分かりました。じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。美里ちゃん、いよいよだね。はい、いよいよ。はい、分かる、これ。分かります。これなんて名前？これ、え、なんだっけ、え、なんだったっけ、え、分かんない。え、なんて言いましたっけ。 B-A-K-I？ え、違うか。 B マリーバリカンというの。あ、そうですよね。ちょっとテンパってるか。テンパってる。これカチッて叩いて、カチッて。え、危ない、怪我しちゃうよこれ。はい、これをね、こっから行くんだよ、こう。痛くないですか？あ、全然痛くない。逆に多分気持ちいい。気持ちいい。逆に気持ちいい。とりあえずここだけやってみてね、一回ね、痛くないかどうか。大丈夫です。はい。じゃあよ。え、自分でやるんですか？いや、違います。じゃあ自分でやる勇気はない。大丈夫？本当に行くよ。はい。うん。よし、かかんないんで。え、どこ？あ、前のカメラ。大丈夫ね。大丈夫？はい。行くよ。みんな見てるからね。行きます。行くよ。はい、大丈夫？大丈夫です。ほら、触ってみる。一応見てないから分かんないんですけど、髪がない。髪がなくなっちゃった。じゃあ見てみよう。あ、本当に。どう感じる？びっくりです。なんか何も言葉が出てこない。可愛いよ。これがね、落ち武者って言うんだよ。あ、そうですね、うん、よくありますね、うん。
全部止まっちゃう。はいはい。大丈夫です。長いですね。もったいないな、そんな長いのね。ね。大丈夫です。じゃあ続けるか。この辺もう少し、この辺か、こういう感じ。続くよ。はい。
ここがサードが、うん、わすごい、どうもつかないんですけど鏡見てみる、はい、大丈夫、はい、大丈夫、うん、あすごい、なくなってるあんまり変じゃないの、そうですか、似合う、なんか一級さんみたいに、うん、一級さんみたい、かわいい、一級みたい、かわいい、似合う、似合う、似合う、もっと触ってみて、どっ、え、気持ち、手触り気持ちいいですね、うん、後ろの箱もある、コートに行けるんでガギーと、あとここに当てもいいですから楽しみますよ、ここに当てて多分この辺だったら一回ずーっとやれば分かりました、これですか、これじゃない、ここは変えないです、はい、はい、まあ、どう感触、どう感触は、痛くはないよね、痛くはないですよ、あ、でも頭が軽くなってくるのを感じるじゃあこっち行くよ、はい、みさこちゃん、はい、これ、はい、白いよ、はい、すごいよ、ちょっと怖いですね、すごいよ、頭切れちゃうよ怖いこと言わないですどんな感触？あ、全然びっくりした。ああ、結構綺麗に切れるもんだな。すごい。
ストップで。はい。よ。はい。切るね。そうですか。このまま出てきたんだ。先ほどはなんだよ。あ、嬉しくなるわ。確かに。
どのくらい残ってる、どのくらい残ってるかが分からない。今度ない。はい。全部冷めました。これはね、剃ったんじゃないの、買ったって言うんだよ。あ、買ったって言うんだよ。剃るのはここから。これではピカピカになるんだよね。あ、すごい。こう、感じて。なんか見たい？いや、見たいです。あんまり変じゃない？じゃじゃじゃん。全然可愛い。あ、これ。あ、すごい。すごいでしょ。頭がいいです。うん、頭がらしい。うん、かわいいかわいい。すごい。うまい。ありがとうございます。あー、かなり乾燥してる。不思議な感じ。不思議な感じです。こう想像したらどう？想像通り。あんま想像つかなかったね。でも似合う。ありがとうございます。
完食ですか。うん、なんか分からん。怖い。
最後の試合に行っちゃおうか。はい、ちょっとひんやりするぐらい大丈夫ですよ。すごいチョリジョ、チョリジョに言ってます。
りは何だろう。あれは見たくないです、全然。
すごい完成です。もうほとんど入らない。